私はどこかを目指している。そこに行けば夢が叶うって聞いた場所だ。それが本当なのかただの噂なのかはわからない。それでもいい。僕たちは立ち止まったり振り返ったりはしない。青春とはそういうものらしい。風に運ばれてきた潮の香りと波音は背伸びしても見えない。海が近くにあるってことだね。もしもできることなら寄り道をしてみたいけど、今はそうがむしゃらにこの道を進もう。神様は何度でも何度でも試そうと誘うよ。ここで休んでしまったらどう。選択肢どっちが大事か雑音が聞こえなくなるくらいにたった一つ欲しいものを探すな僕。